カンカン同立模試申し込み受付中。今回は自宅受験だけでなく同社官学での受験も可能です。申し込みは9月25日日曜日まで。詳細は動画概要欄の URL をクリック。川本です。今回はですね、科目別高1、2生が1冊目にやるべき参考書という風なテーマでお話ししていきたいと思います。まあね、最初にこの勉強し始めのタイミングってまず最初何からやったらいいんやろうとかね、どういう風に参考書を踏んでいけばいいんやろうっていう風に迷ってしまって、なかなかこう勉強のね一歩目が踏み出せない、だから全然勉強が進んでないですっていう子もね多いと思います。そんな子たちに向けてですね、もう断言します。この一冊目からあなたは始めなさいという風にね、もう道を示すから、ぜひですね参考にしてもらえたらなという風に思います。それではね、今回お話ししていくものに関しては、英単語、英文解釈で、現代文で、古典文法、古文単語で、数学という風な、この5つのね参考書を紹介していくので要チェックですよ。はい、ということでまずはですね、英単語になるんですけれども、そもそもですね、自分の志望校もうすでに決まってますか？これね、まあ大雑把でいいんやけど、大雑把に例えばカンカン同立とか三金交流とか、その他有名次第、いわゆる難関次第を志望しようとしてる子に関しては、必要なね英単語数っていうのはだいたい2000個ぐらいって言われてます。多いですよね。大変ですよね。はい、でね、そのまずそもそもの必要語彙数が収録されているものね、適切に収録されているもの、これを選ぶべきなんですよ。だから極端に語彙数が少ない参考書であったりとか、もう極端に多い、特に学校で配られてるやつとかやったらね、4000語ぐらい載ってたりするかもしれないですけど、それはね選ぶべきではないと。自分にとって必要な参考書、それは志望校であったり目指すところによって変わってくんねんけど、基本的にこのチャンネルを見てくれてる子たちはカンカン同立とかを目指す子が多いでしょうから、ってなると2000語になるんですよね。じゃあその2000語の中で参考書、この単語帳がいいよっていうのがですね、おすすめしたいのがターゲットもしくはシステム英単語ですね。まあこの2つ聞いたことあると思うし、超有名なね参考書になるんやけど、なぜねこのどちらかをおすすめするかというと、まず一つはやっぱりさっき言った必要な語彙数っていうのが適切にカバーされてるからなんよね。例えば、ターゲットであれば1900個ぐらい網羅されてて、シスタンであれば2000個ぐらい網羅されてるわけやんか。だから単語量的にはそれで全然足りてますよ、 OK ですよっていう風な点と、2点目はね、特にこれはシスタンが挙げられるんやけど、やっぱり品質度順にね並んでたりとか、こう例文の中にね、その単語があったりみたいな形で、すごく実践を意識した作りになってるというのがやっぱりおすすめしたいところなので、ぜひですねカンカン同立とかその他有名次第を目指す子であれば、ターゲットもしくはシスタンを選ぶのがいいんじゃないかなと。でこの2冊どっちにしようってさらに迷う子は、これは実際にですね書店に行って中身見てみてください。でその中で自分がね、このレイアウトめっちゃ俺好きとか、これ覚えやすそうってなるやつでも全然 OK やから、そこは感覚です。だからそこだけ任せるわ、任せるけど、基本的にはそのシスタンかターゲットどちらかを選んで勉強していくようにしてください。続いてですね、英文解釈になるわけですけれども、僕からおすすめしたい一冊はですね、もうこれしかないと、ひじい先生の読解のための英文法でございます。もうこれもね、何回もこのチャンネルでも紹介されてるし、矢沢先生とひじい先生が対談してるね動画とかもあるので、ぜひまだ見てない子はそれを見てくれたらいいんやけど、このねひじい先生の解釈何がいいかって言ったら、やっぱりね初学者向けというか、まず最初に英文解釈を習う上で、ここまでの知識がまず必要ですよねと。でそこまでの知識をですね、めちゃめちゃこう丁寧に説明してくれてるんですよね。回りくどくないというか。でまあそもそもやねんけど、結構ねいきなり難しい参考書を手に取って、もう上を目指すから難しい参考書やんねんって言ってね、書かれてる内容が基礎分かってる前提で書かれてたりして、もう基礎分からんからくじけてもうた、だから英文解釈全然勉強してないですみたいなね子も続出したりすんねんけど、ひじい先生のこの参考書っていうのは、そういった基礎がまだ全然定着してない子とか、解釈勉強し始めた子に向けて作られてるものなので、絶対にね難関編ではなくて必修編を買うようにしてください。でね、それが英文を今後読んでいくようになるための必要なテーマがね33個に分かれてるんですけれども、33個それをしっかりやっていけば、あらかたも英文がね SVOC 触れるような力であったり、ある程度自分で訳せるような力っていうのが身につくはずです。
で、俺が一番おすすめしたいポイントっていうのは、もうほんまにね、その成績を伸ばすという点にね、着目されてるというか、そういった仕組みで作られてるなって感じるところがあって、それが例題、確認問題で発展問題っていう作りで構成されてるんよね。で、結構この SVOC 解釈を習っていきなりね長文読解行こうとする子が多いんやけど、それはちょっと待ってと、ちゃんと例題を使ってちゃんとこの文章に SVOC を触れるかどうかを試す、教えたことがその例題でできるかを試す、でそれができて初めて確認問題に移って、確認問題でじゃあそれができるかも試す、じゃあちょっとだけレベル上げて発展問題でもそれが同じような考え方ができるのか、知識の運用ができるのかっていうことを確認する。だから3段構成でステップアップ形式にね用意されてるから、飛ばすことなく絶対に全部ねステップを踏んで進めていってくれたら基礎力が圧倒的に身につくという風な形なので、ぜひぜひ、ひじい先生の読解のねための英文法をやってもらえたらいいかなという風に思います。でね、その読解のための英文法の使い方っていう風なところをですねご説明させていただくと、まず1点目はですね、最低でも1ヶ月で3週はするようにしてください。もうとにかく回してください。でね、これ1日1テーマやれば1ヶ月で終わる、さっき33テーマって言ったからさ、だいたいね1日1テーマやれば、まあ1ヶ月で終わるっていう風な計算をしがちなんやけど、解釈ってそんな甘くないから、1週やっただけではまだまだ身につかないですから、きっちりですね3週ぐらいを目標にしてやるようにしてほしいと。で、2点目がですね、例題に SVOC を振って和訳を考えましょうねっていうふうなことです。これね、さっきも俺も言ったけど、その例題、確認問題、発展問題の中のまずこの例題のところにですね SVOC を振りましょうねと、正しく振れるかどうかを確認して、かつちゃんと綺麗な和訳が作れるかを練習するようにしてください。でね、それが完璧にできたっていう状態であれば確認問題とか発展問題に行くのもそうなんやけど、最後にやってほしいのがですね音読です。でね、この音読っていうのもしっかり文構造を理解しながら把握しながら音読すると、ただただ英文をね音読してるだけやったらそれ全く意味ないですから、音読しながら、あ、ここが S やな、ここが V やな、ここが丸括弧で副詞節やなみたいな形で文構造をちゃんとこう理解しながら音読していくという風な作業は必ずしていってください。はい、ではですね続いて現代文に入っていきたいんですけれども、現代文でねおすすめしたい参考書は船口先生のゼロから読み解く最強の現代文でございます。はい、これね、まあ何がいいかっていう風なところなんですけれども、まず1個挙げられるのはですね、めちゃめちゃ語り口調で解説してくれてんのよ。で、俺そういう参考書めっちゃ好きなんやけど、こう堅苦しく難しい言葉でね堅く説明されてるような参考書って、まずそもそも現代文苦手やったからしんどいって感じちゃうわけよ。だからどうしても現代文の演習が減ったりとか、インプット事項がおろそかになったりっていうことが起こっちゃうわけやねんけど、この船口先生っていうのはすごくこう語り口調で解説してくれてるから、なんかこう授業を聞いてるみたいな、生で授業を聞いてるみたいな形で解説してくれてるっていうところが、まずね現代文嫌いの子にとっては取っかかりやすいっていうのが1点目挙げられるかなというふうに思います。で、2点目がですね、図解を使って本格的にねこう説明してくれてるから、すごい基礎的なところから考え方がね定着しやすいという風な形なんですね。まあ何でもそうやけど、その文字で理解していくよりも図とかさ、それこそ映像とかで理解した方が理解しやすいやんか。で、それをですねまさにこの最強の現代文ではやってくれてると。でね、一応これのやり方としては、まあまず普通に問題に取り組みましょうねと。で、その問題に取り組んだ後にですね、ここが一番大事なんやけど、現代文においてちゃんとなんでそれが答えになるのかとか、どう読めば正しかったのかっていう思考をですね解説の部分でしっかり読み込んでください。で、それと同じ読み方とか考え方ができるかをその後復習するようにして OK。 だから答えがこれになりますとか、こういう風に読んでいきますっていう解説を読んで、あ、そうか、なるほどなで終わってたら、これ現代文力全くつきませんから、ちゃんとその後にもう一回問題とかを見て、自分でさっき言われたような解説ができるのかどうかとか、考え方ができるのかどうかっていうのを確認する作業っていうのを必ず行ってほしいなというふうに思います。でね、
この参考書で1点だけ注意なのが、例題がですね短いんですよ。だからサクサクこうどん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 次に次に行ってしまう子が多いんやけど、それは絶対にやめて、絶対にやめてもらって、ちゃんと1題にしっかり時間を取って予習したり復習したりして、ちゃんとその考え方が身についてるかどうかで、それが完璧になったと思えたら次に進んでいくという風な形で進んでいってもらえたらなと思います。はい、続いてですね古文になるわけですが、古文はですね古文単語と古典文法をそれぞれ紹介していくと、まずはですね難関次第を目指すのであれば必要な語彙数は600語ぐらい必要というふうに言われているので、例えばグループ30で覚える古文単語600とか、まあ、語呂語とかがおすすめになるわけです。でね、まあ、正直ここは好みにもよると思うんやけど、俺自身はよ、もし自分が今受験生なやったらグループ30を選ぶかなと。でね、そこがなんでかっていうところなんやけど、そもそも別に古文別に受験生の時に読むの早くなかったんよ。で、古文読むの早くない人間が語呂を一回踏んでしまうってなった時に、どうしても読むスピードって遅れるやんか。古文単語見て一発で訳が出てくる方が圧倒的に早いわけやんか。ってなった時に自分はもう語呂を踏んでる時間はないと。そっちの方が分かりやすいし取っかかりやすいかもしれへんけど、その時間はないと。ってなった時にグループ30って古文の必要なワードがグループごとにね分かれてて、すごい覚えやすいレイアウトになってんのよ。例えば恋愛ワードとか、宮中ワードみたいなのがまとめられてるわけで、図解ももちろんあるから、しっかりそれを見てね、もう単語がイメージしやすいよねっていうところを考えると、まあ、わざわざこう語呂を踏まずにやったらそっちの方がいいかなっていうふうに僕は感じるので、まあ、おすすめとしてはグループ30が1冊目にはいいかなと。ただね、もちろん難関次第ではなくて、例えば参勤交流であったりだとか、その他のね大学を第一志望にするっていう子であれば600語も勉強する必要はないですから、そういった場合はね300語ぐらいですってなると、マドンナ古文単語230とかがおすすめになるかなというふうに思います。続いてですね、古典文法になるわけですけれども、これはねもう言わずもがなになりますよ。言わずものがなですが、もう言えてなかったけどね、言わずもがななんですが、矢沢先生のですねたった6時間で古典文法という参考書ですね。これももう何回も取り上げてるし紹介してるから知ってる子も多いと思うんやけど、まあ僕がね見て何がいいかっていうことですけど、もうとにかくですね映像授業もついていて、であれ一冊完璧にしたらですね、大学受験で出てくる古典文法の8割9割方はもう解けるようになってます。マジで解けるようになってます。で残りの1割とか2割とかっていうところは、実際に例えば問題演習をした時にあれこれ知らん知識やなとか、学校で習った時にあこれまだ習ってないなっていうものがあればね、6時間古典文法の方に一元化する程度でいいので、ほんまにそれだけの作業で古典文法というものを今後失点しなくなります。これね嘘やろって思う子もおるかもしれへんけど、マジで失点しないです。で正味古典文法何も難しいと思わんくなるから、うん、それぐらいね端的にまとめられてるし、何よりですねそのミニブックっていうのがあって、授業で習ったことがですね全て一問一答形式でもう薄い参考書にまとめられてる別冊があるんよ。でもうそれをちゃんと覚えたら、もう基本的にはですね古典文法を向かうところ敵なしという風な状態になるので、ぜひ一冊目はですね矢沢先生の6時間古典文法をやるのがいいじゃないかなという風に思います。はい、ということでですねラスト数学になるわけですけれども、数学に関してはもうこれしかないだろうというのがありますよね。それが優しい高校数学シリーズです。だから 1A とか 2B とか3になるわけですけれども、まずはですね文系の子も理系の子もまずはこの 1A からね取り組んでもらえたらいいかなというふうに思います。正直ねこの 1A とかをやっていく上でね、優しい高校数学ほど分かりやすくね丁寧に説明されてるものないんちゃうかなっていうぐらいおすすめの一冊になってます。だから数学がね、まあ、まだまだ初学者やとか数学に対してちょっと苦手意識があるっていう子はもうぜひともねこの参考書やってほしいねんけど、まあそもそも何がいいかって言ったらやっぱり解説が分かりやすいんよ。でなんでそもそも解説がこれ分かりやすいかって言ったら、その先生と生徒役の会話が描かれてて、生徒がわざとつまずくわけよね。でそのわざとつまずくであろうポイントって、みんなも間違えるであろうポイントを想定して書いてるわけよ、つまずいてるわけよ。でそこを先生役が
解説してくれてるっていう風な参考書になるから、すごい自分ごとのように落とし込めるというか、あ、自分もそういった間違いするわとかね、あ、自分もそこでようつまずくわ、そこ理解できてないわっていうポイントをストレートにね、ズバーンとね、悩みを解決してくれるような参考書になっているので、ぜひぜひですね、まず1冊目には優しい高校数学がいいんじゃないかなと。で、まあ、やり方的なところで言えばね、まあ、2点あるかなというふうに思っていて、まず1点目が講義の熟読です。まあ、さっき言ったような先生と生徒の対話の部分をしっかり熟読するというふうなことが挙げられんねんけど、ここで意識してほしいことは、なるべく早く読み進めることです。現代文では1題が短いからしっかり時間をとって予習復習しようねっていうふうに言ったけど、高校数学、優しい高校数学に関してはそれと逆で、どん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 早く読み進めることがポイントになります。でね、もう例題とかもあるんやけど、その例題もまあ解いて、どん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 前に進めていくことを意識してください。で、2点目がね、その問題の反復って言われるところなんやけど、これ別冊があるんよ。で、まあ、それがね、薄い別冊で、その中にも問題があんねんけど、その問題もね、講義が全部終わったら解くようにしてください。で、その問題を解いてる中で自分がつまずいた部分であったり、理解できてないところが絶対出てくるはずですから、そこの部分をまたあったら講義に戻ってインプットし直すという風な作業をしてほしいわけで、これって結構英文法とかとね、勉強法が似てたりすんねんけど、インプットの部分をひたすら早く回して、ある程度知識を入れた状態でアウトプットすると、演習すると。で、その演習の中で見つかった自分の弱点の部分だけをインプットに戻って、そこを補修する修復するっていう風な形で進めていけば、どん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 ね、ペースも落ちることなく、しっかり基礎的なところが身についた上で次のステップに進めるかなという風に思うので、きっちり今のステップを踏んでもらえたらなと思います。でね、特に理系の子やったら、優しい高校数学の3まで行ったらよ、3まで行ったら重要事項完全習得編っていうのもそこで入れて、優しい高校数学3と重要事項完全習得編を並行するような形で勉強進めていってほしいわけで、これはなぜかっていう話は、まあ、具体的に話すとちょっと長くなるんやけど、要は数3をやってる間って 1A2B が手薄になるわけやんかっていうところの抜け漏れをなくすために、重要事項完全習得編をかまして、そこで 1A2B の復習とか演習をしながら数3も同時並行で進めていく。で、演習量を落とさずに前に前に計画が進んでいくっていう風な形を取るので、しっかり 1A2B 終わって数3に入るってなったタイミングで、その参考書を入れてくれたらいいかなという風に思います。はい、ということでですね、今回は高1、2世に向けて、まず1冊目に取り組むべき参考書をご紹介しました。ね、この参考書をしっかり使ってですね、まずは基礎力の定着、もうどの参考書もまずは基礎的なところですから、しっかりその土台を固めた上で、発展問題とか標準問題みたいなところに挑んでもらえたらいいかなというふうに思います。ではですね、この動画が参考になったわという人は、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名資材の傾向と対策はこうですよみたいな e-book 資材攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。